東大阪市立伏せ中学校は、大阪府東大阪市荒川二丁目にある公立、中学校。従来の東大阪市立都市乗り中学校と、東大阪市立太平寺中学校を統合し、2016年に開校した。校舎は、旧都市乗り中学校の用地を転用している。学校は、旧日清商業学校跡に位置する。 前身の都市の理中学校創立時の1947年より1974年まで、日清商業学校の後ろ身の東大阪市立、日清高等学校と学校敷地を共有していた。本校では、前身校もまとめて扱う。旧都市の理中学校は1948年に、布施市立第五中学校として、当時の日清商業学校敷地に併設される。 形で開校した。また旧太平寺中学校は1948年に伏せ市立第4中学校として伏せ市立第3中学校より分離開校した。高知は伏せ市大技太平寺71番地を使用し、後年になり隣接地を買収して高知を拡張している。伏せ市など三種合併で1967年に東大阪市が発足した。 東大阪市の地域では、合併前、旧布施市の学校を中心に創立番号順での小、中学校名称が使われていたケースもいくつかあったが、東大阪市発足に際して小中学校の名称に番号の名称をやめて地名などを取り入れた名称へと一斉に変更する方針を決定した。その方針に伴い、第四中学校から太平寺中学校、 第五中学校から都市のり中学校へと解消した。2016年4月に両校が統合し、東大阪市立伏せ中学校となった。ありがとうございます。